はい、ということで、はい、お疲れ、はい、お疲れ、お疲れ。実はこの動画はある縛りがありまして、いや今からこのカードゲームをやるんじゃけど、これをみんなにやってもらうんじゃけど、これがカタカナーシっていうゲームで、まあカタカナを使っちゃダメっていうルールがある、うん、でちょっと箱もらっていいかな一回。はい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 、はい、ありがとう。これは、カタカナ語のお題を、カタカナ語を使わずに説明してみんなに当ててもらうゲーム。例えば、ハンバーガーをカタカナなしで伝えるとしたら、ハンバーガー、そう、小麦粉で肉を挟んでるやつ。おお、それハンバーガーだ。挟んで、あ、そう、片栗粉。まあ小麦粉を練って焼いたもので、肉を焼いたのを挟んでっていうっていう説明をして、あ、ハンバーガーって当てられたらその人に多分ポイントが入るっていうゲームで、これを1枚引いてもらって、で、自分がこれ引いた人がそのカードを見てよくて、でここに山札にこの数字が出てくるんですよ。次このね3番っていうのが出てくるんやけど出てくるんだけど、この自分の例えば今もこのカード見せるけど、これが1から、6まで動物の名前が書いてる、書いとんよ。でここに3ってあると、その3番の数字の動物、例えばこれだったらアルパカむずを自分でカタカナを使わずに説明して、それアルパカって当てられたら自分のポイントになる。うん、で今回はそれが罰ゲームがあるんで、言うたら当てられた人数をポイントにしていこうかな。例えばこの多い人が勝ち。あ、そうっす。で、ま、そう、マックスで3ポイントつく。で何ターンか回していって、最終的に一番ポイントの少ない人の負けで罰ゲームがあるっていうことなんじゃけど、これに加えて、今日は老若男老若男老若男の各世代の方々に集まってもろたんじゃけど、ここは岡山アートフィルムということで、岡山弁オンリー。俺と直人は東京に住んどるけど、ここだけはもう岡山弁しか使っちゃわへん。でプラス、まあもちろん年齢的には先輩ですけど、ここには敬語はなしで行くっていうのをルールで。例えば敬語使ったり岡山弁以外の標準語とか関西弁みたいなの使ったらマイナス1点にしていこうか。でその時都度そっちで「はい」ってもう一回止めて言うてもろて、今言うたなって言ってくれたら、それでポイント加算していくっていうゲームになります。じゃあ引きます。ドゥン。うんうんうん、なるほど。はい、やべえ、めちゃむじい。どうやって言えばいいねんこれ。うわ、全部カタカナや。言おうとしとることが頭の中の牛乳を甘くしてふんわりさせたものの外に、ふわふわの生地をつけて長く、はいはい、どうぞ。早かった。ロールケーキ正解。おー、
うまかった。1点。はい、じゃあ次、マンチョ。でれん。うえぇ日本語じゃない。ウイテムリは、N。え、いや、N はもう、もう N はもうアルファベットやから。もうダメやろ。丸くて、また丸い。細長くて、はい。弾力性があります。ある系。あります。ありますけ。なんか昔のバーチャリン。ありますけ。ありますけの。長くて細長くて弾力性がある。ある。いや僕全部入れて。しか出てこない。いや、一回言ってみれば。いや、でもこれ間違えたら、まあ、それは別に限定なし、追ってつきとかにはなんないんだよ。いや、カタカナじゃねえ。じゃあ、ダメそんなもんそんなもん。これ、今後だよ、今後。あー、何度が何度が何度がこれじゃけん、パスしたら、もう。あ、待って、じゃあ、じゃあ、や、やましょ、え？え？もう、どっちにの2点限定。あ、追加ですか。今までの全部忘れていただいて。忘れていただいて。あー、夏休み。あ、はい。チューブ。あー、いや、むずいって。確かに、でもね、あのこれは伸縮性だったかもしれない。あー、弾力性、もうずっとあのあれの方しか出てこなかった。柱のよく寝転がってこう筋膜リリース。あー、ロングリリース、ロング。1-1。バツ。あるです。完全にダメでした。なるほど。はい、いきます。はい。あー、催し手札ではない。うん、あ、どうぞ。まあ、うん、そうやな。ボッケー速さで当てちゃろう。いや、結構簡単やん。嘘。まあ、そうやな。家庭の味、まあ、お母さんの味みたいな料理。うん、はい。いや、でも、まあいいや。まあまあ、でも、あげたけんな。あげたけんじゃ。カレーライス。違う。あー、うん。まあ、料理。まあ、出すよ。で、まあ、大体みんな米で食べる。じゃない方。違う。じゃない方で食べる時もある。外で食べる。その家庭的な味を外で食べたら米じゃねえ時があるくね。あるやろ。あるやろ。何の話。いやいやいや、どういうこと。めちゃめちゃもう、いや、やっぱ分かる人には分かる。答え見てたら、あーってやっぱなるんだよ。家で食うときは米。米。外で食うときは、それ以外。米で食うときもあるし、そうじゃないやつで出てくることがある。え、それじゃない、うん、でも、それは言えれんわ。あー。ん？だけど、ちょっと変えたらいけるんだよ。その。もう分かるやん。だってもう、しけたんかな。ほぼ。ああ。ってなったらもう、あれしかない。あれ？いや、でももう。だけん、言うたらあれじゃろ、その、合っとるけどってことだろ？そっちじゃない。
なるほど。はい。はい。じゃけんライスじゃなくてナン。正解。うん。そうそうそう。多分ね。いやむずいわ。説明の仕方が5分経った？ちょうど。え今どうなってんだろう。俺のなんかポイント。結局じゃあみんな来るの点数は。今一旦もうあれなあのそのカタカナとかはまあ別に金銭でもな。はい、1回戦、成績、山椒、0ポイント、ナオト、0ポイント、ゲンさん、1ポイント、マンチョ、マイナス2ポイント。ということで、1回戦はゲンさんの勝ち。ありがとう。罰ゲームは、マンジョ。OK、じゃあ第2回戦のスタート。はい、じゃあ次、俺から行くわ。行くで。行ってもいい。行けへん。せーの、ポッ。はい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 。はいはいはい。引きましたよ。ういこれはもう、じゃあ当ててほしいんでめちゃくちゃ端的に言うな。朝、某有名初速ご飯系列店の朝初速ご飯系列店の品の中の、はい、どうぞ。ハッシュドポテト。違う。それの中の、品の一つ、ここからちゃんと説明する。動物の腸、ミンチを腸に入れたやつ、卵焼き。あ、もう分かった。ミンチミンチ言うてしまったよ。くそ、めっちゃ二人が入ってあげてたから二人分かったんかなと思ったの。全然違うよ。もう分かった俺。分かったでしょ。分かった。まあちょっとかもうカタカナが多すぎる、その周りにいるやつらが。なんだけど、まあ小麦で、あ、じゃあ大手、初速ご飯系列店の、赤と黄色のお店の普通のやつは小麦を焼いたやつ、小麦を練って焼いたやつの朝にしかないそれの名前。どっち？出てはきとるよな。はい、どうぞ。正解。ありがとう。いやもうすごくない。そうそう、今だけちょっとかあのカタカナ解除して言うと、もう朝マックのソーセージエッグでもいけるのに、それをカタカナダメだけ朝初速ファストフード。おもろおもろい。お神様。そんなことあるから。ゴッド。それは違うじゃん。これスーパーサービス、さっきの流れ。ああ。この人でしょうか。あ、サービス。
いや、もう2個は言ってるけど。何がスーパーサービス。なんてスーパーサービス。ご奉仕。ご奉仕やばい。広瀬香美。あー、ちょっと待ってよ。はい。うわ。もうちょ。ゲレンデ。神様。はい、ロマンス。正解。マンチョ、脳筋すぎて。もう今までの、その、何答えに近いものを全部情報を広瀬香美来た後にそっちにしか行けれん脳筋ああえどんな歌だったっけちょっと歌って誰かを感じてるあれどういう歌だっけそれまだまだまたそっちの方歌ってない溶けるほど恋したよだってそっちの方でしょ俺が言ったのは神様の方あれこっちの方だなきっと誰かを感じてるたったんたその後いやいや違うよはいじゃあもう行きますはい行くよブブンこれはじゃあもうマンチョのさそうに当ててほしいねさっそうにマンチョにさっそうに当ててほしいねそういう問題だ写真撮りましたそれを集めておくもの。アルバム。ブー。もっと言い方をちょっと専門用語っぽくしたらいけると思う。ファイル。違う。じゃあこれナオトがなんか答えて、そしたらもうまたあの早押しに。なるんで、二つある。あでも、そりゃそうじゃん。フィルム。違います。はい。はい、どうぞ。ポートフォリオ。そんなんは、そんなんはで、そんなんはここにはで、行き過ぎ。もうちょいなんか手前で止まってほしいな。写真。はい、フォルダー正解あーこっちかフォルダーじゃないかいや出したい出したいいや確かにもうここの得点取り放題ご奉仕系これは今後だからもう一回引くっていうからこれはあ、まさか出していい催しカードだこれからラップさんにえ、これは全員いや、OK いや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 もう無理よ開かないいや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 、カタカナだけやべえ、ラッパーみたいになってはいやべやべ、ほぼ俺なくしてるぞああ終わっちったもういいよね、今はちょっと俺のキャンプラップするってすげえおお、すごい1位マジイエーイ2位源さん、okay. うん、3位ナオト、はい、ってことは4位4位俺だぜーしかもそんなに
取ってもなかったしそもそも。え、これこれでもう最終的なポイントでやります。これはじゃあ今のでポイントを計算してもろて、あ、じゃあ罰ゲームはこれで MG 鍋からお願いします。うわ、え、でもな、どうなん。じゃあ結果いたします。はい、はい、1がで、はい、ドイツ、お、もうやばいじゃん。おお。おお、強っ。やべえ、デッドヒートだこれは。次、名前呼ばれなかった方が最下位と罰ゲームになります。第2位がマントさん。イエーイ。すごい。うわぁ、悔しい。はい、ということで、このメンバーで、もう一回、もう一個ね、ゲームをこれからやりたいと思います。まだ始まってない、まだ始まってない。今回は、スタック・ザ・ボーンズっていうこのドクロのまあ、ジェンガスね、いわゆる、をやっていきたいと思うんですけど、まあ、ルールは簡単で、まあ、これが崩れたら負けなんですけど、普段のジェンガと違うのは、これを重ねないのが違うところ。まあ、どんどん抜いていくだけ。だけどもう、結構早い段階で、多分バランス崩れて、バーンってなるんで、まずはその人が罰ゲームを受けると。で、このゲームも前回同様、ここからスタートって言った時に、敬語禁止、カタカナ禁止、あと縛りとして、岡山弁、オンリーで、行きたいと、思います。もうこれスタートってかかったらもうその瞬間に、全部が始まるんで。オッケー、オッケー。じゃあ最初のじゃんけんだけじゃあ、しようか、ここで。で、スタート。これ、もう関係。最初はグー、じゃんけん、ほい。お前ふざけんな。これ出すのめっちゃ大変なんだけど、さっき回る前に。ボケ怖っ。爪痕残そうとしてる。最初はグーじゃんけんほい。あ、いこうでしょ。おい。じゃあもう時計回りで、はい。じゃあということで、ゲームを始めたいと思います。じゃあこのスタートまではギリギリ、よーいスタート。ブーン。ほな、お前からじゃな。これはまあまず一番の人はもうどこでもええっていう感じやな。しかももう重ね連携、多分結構意地悪したらした分だけ有利だと思うんで、まあちょっと下の方。意外意外となんか意外と支え合ってるよ。おお、揺れるんだ。はい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 。じゃあ次の音。よーし。え？やばいんじゃない？これ途中で止めるの。いやもうダメよそれは。戻すっていうこと。いや一回触ったやつを、あ、でもその最後らへんになったらさ、そのトントンとかはありなんじゃん。いや引き出すだけ引き出して。あ、もうそれはなし。いやそれはなしにしよう。だってその中途半端でっての全部こうやってできる。いやでもこれいける、いけるいける。俺もそうだったよさっき。意外といけるんよ。そう、たぶん骨の形してるけん、その多分こことここにこう、うん、って押さえてる。ここで終わるはやばいな。やばいよ、普通に取り直す。あ、いけるいける、全然いけるよ。ちょっ
っとやばいな。あ下手くそなの。おいはい、やばな。震えとる。めっちゃ震えとる。まんちゃん。よりよ。ちょっと無難なところに。まあ、それもあるよ。はいはいはい。二周目。俺はもう引く。いや、その、この、これは、まあ、こいつだけだってギリギリ？まあ、別に。あ、でもまあ、一部か。この建物の。上が落ちたらアウト。あ、もうダメだ。わかりまして。上が落ちたら蒸し返すわ。なべくんちゃんと。なべくん。ちょっと今のはどうな。もう2人とも1ポイント、1ポイント。はい、抜きました。はい、ナオト。俺もマンチョのやりたいな。あ、真ん中からそこって。あ、無理あ、ここや。あ、最高。いいね、やっぱシンプルかな。こっち回るよ。くそ。なんならもう一回言おうとしたもん。余裕じゃが、余裕じゃが。うまい、うまい、うまい、うまい。となると、となると、おお、いい、出てきた。ナイス。さあ、もうこれはもう無理やと、完全なる負けです。いや、いいよ、いい。でももう最後はもうガッシャンいってくれたから、もうそれだけで、うん、ということで結果発表お願いします。あれ、あっちももう集計済み。じゃあシンプル罰ゲームはマンチョと俺あれ？お願いします。はい、引けよ。なんかその初めてやな、このアートフィルムで罰ゲームとかやるのは。だから何を用意しとんかがほんま分からんのよな。じゃあまあちょっとちっちゃいやついこうかな。そんなに何も書いてなさそうなこれ。いくわ。引いた罰ゲームはこれです。てん。あ、自分の好きなところを3つ発表。なるほどね。地味に恥ずかしいやつ。地味に恥ずかしいやつね。やっぱまあでもね、ステージに立ってる人間なんで、自分の好きなところぐらいは知っとかんとな。自分の好きなところは、いやな。なんかその何を言うにもあんま良くないな。早く、そうやな。もうこの罰ゲームをちょっと時間かけてらんないな、このさすがに。パフォーマーとして、ちゃんと、ステージで輝いてる。何かを伝えられてるところでよく言ってくれるところ。あとは何着ても自分の
服装にできる。ちょっと似合っちゃう。何着ても似合っちゃう。あとはすっごいいい子。シンプルにすっごいいい子です。じゃあまた1枚ずつ引こっかね。じゃあ。私どうぞ。小さいはい、じゃあ俺はこの大きいやつに。まずから、はい、なんだ好きなこと。でれん、でれん、うわっ、うわー、得意のモノマネ。うわー、これは嫌だ。じゃあ、いっこうさん。おっ、来た。はい、大丈夫です。じゃあ、1個3まで3、2、1。どんだけ。俺はこれで。じゃあ、俺の罰ゲームはこちら、ベベン。何を聞かれても笑顔で大好きですと答える。どういうこと？はい、じゃあ僕の罰ゲーム。何を聞かれても笑顔で大好きですと答える。じゃあ、しいたけ。大好きです。岡山。大好きです。ファンの皆さんのこと。大好きです。テキーラ。大好きです。みんなのこと。大好きです。大好きです。自分のこと。大好きです。